ちは。こんにちは。ゆたかさん。はい。なんか肩がボロボロ出てんな、お前。どうしたんだよ、お前。いや、ちょっと。風邪ひくぞ、お前、風邪。そうですね。もう暑くなってきたか。いや、もうだって、東京は30度の日が出てきてて。なあ。あの、寝具とか変えました？ベッドの、例えばお布団系とか。あ、変えた変えた。それはもちろん。変えました。いや、毛布を抜いたけどね。あ、抜きました。あと洋服もクローゼットをちょっとなんか夏物と冬物入れ替えたりとか。いや、俺はもう全部こうかかってるから。あ、なるほど。入れ替えないね。入れ替えそのままそのままでいい、ね、いや、そう、暑いなと思って。なんかもし落ちてきたらまあ気にせず、そこはまあな。はい、あれしてください。もう落としとけばどう。あ、落としときますか。もう最初からちょっと。いや、知らねえわそんなの。待ってよ、今言って言ったから、まあまあまあ、なんか、じゃあ半分で。あの、はい、まあ、以前、はい、PL と大阪桐蔭の出身のプロ野球選手だったり、OB だったりで、はい、ベスト9をちょっと打順組んで、うん、どっちが強いか対決してみようと。まあ、打順は組まなかったかな。ポジションだけでしたっけ。まあ、ポジションだと思うよ。ポジションか。まあ、やって打順はもう勝手に監督が組んでくれみたいな感じで投げたんですね。でもさ、うん、やっぱ名門って言われる高校ってさ、うん、まあ、数多くあって、はい、こうその高校からプロに入ってるっていうのは、うん、すごいね。やっぱすごい、いや、すごいっていうのはさ、俺がやっぱ名門じゃないじゃない。いや、県内では強かったよ、うんうん、強かったけど、そんな名門と言われるほどのさ、高校でもないし、甲子園なんか2回ぐらいしか行ってないし、うん、あ、いわゆるその甲子園常連校みたいな。常連校、やっぱいい取ってるな、行ってるな、こう見ると。いや、すごいですね。で、今回ちょっと第2弾、まあ、ね、全国にそういった名門校たくさんありますけれども、ちょっと今回第2弾ということで関東です、今回は。まあね、はい、まあ、関東って言ったら、うん、俺も世話になってるし、うん、神奈川でしょ。ああ、神奈川も常連校というか強豪校たくさんあります、ね。まあ、代表されるのが、うん、まあ、横浜高校だよね。まあ、そうですね、横浜高校。横浜高校、あと、まあ、やっぱ東海、桐蔭、まあ、桐蔭もそうだよね。そうですよね、高橋さん、うん、で、まあ、東海大相模とかさ、はい、まあ、横浜商業っていうのも、Y 校、Y 校って言われてた、Y 校だよね、多分。うん、Y 校が横浜商業だったと思うけど、言われてるのが、なんかこう、最近ちょっと、なんかこう、制裁がないというかさ。あ、そっか。あ、ゆたかさんの頃の、はい、神奈川でやっぱりこう、名門だなと思うのは、今挙げた以外にもありますか？俺らの時はさ、うん、やっぱ衝撃だったのが、俺と同級生の、うん、原が1年から甲子園でレギュラーで出てきて活躍するわけじゃない、はい、だから東海大相模っていうのがやっぱり一つのなんかこう高校のシンボルみたいになってたよね。いや、ゆたかさんの時代からやっぱりそうだったんですね。いやいや、俺らの時代がそうだった。あ、特に特に特にやっぱそれは原さんがっていうことですか、大きかった。まあ人気もあったしな。高校1年の時から大人気だったんですか。いや、人気があったよ。で、山口県に招待試合で来たんだよ、はい、で、俺らは対戦しなかったんだけど、はい、できなかったんだけど、うん、もうスタンド超うまいんだよもう俺見に行ったもん。ゆたかさん行ったんですか。いや、見に行ったっていうのは入れなかったのよ。ああ、そういうことか、うん、でもどういう状況になってるんだろうかっていうのがあったから見に行ったんだよ、うん、どうでした。超満員だもん。お祭りみたいじゃないですか。いや、もうね、もう球場があふれ返ってるっていう感じ、高校野球で。あ、そうなんですね。いや、そのぐらいやっぱりインパクトがあったよ。ああ、だから俺の頭の中ではやっぱ東海大相模っていうのが神奈川では名門っていう、うん、そういうのを刷り込まれたんだね。あ、でもその後に愛工だとか、はい、いろんな選手、まあ、甲子園で活躍した選手たちが出てきたのが横浜高校だったかな。で、松坂投手が出てきたということですよね。そうそう。というわけで、うん、うん、はい、なんでしょう。はい、あ、いいですよ、いいですよ。いやいや、まあ、そういうことで、まあ、
まあプロに入ってからは桐蔭学院だとか、うん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 、だからいろんな高校がね出始めるようになって、うん、やっぱ神奈川のレベルの高さを知っていくよね。ということで今日はですね、うん、横浜高校と東海大相模で作ってみました、うん、ベスト9どっちが強いかどっちが強いか。でも PL と結局大阪桐蔭って結構半々でした。いい感じで皆さんコメント欄にも、まあ桐蔭一時期、いやいや一時期の、うん、一時期の PL と、うん、今の大阪桐蔭でやっぱインパクトが違うんだろうね。まあそっかそっかそっか、うん、でも俺のチームを組んでる方がお前のチームよりは圧勝してるという私全然チームバラバラでしたもん。ざまみろ、あーひどい。もう絶対あれはもう私はもう負けるなってもう想像はついてたので。そうだろ。でもそれに懲りずにまたちょっと若干私も考えてきて、またコテンパンにやられるんだろうな私どうせ。まあな、皆さんももちろん東海大相模と横浜高校で作ってみて、うん、あれしましたよね。難しかったですか今回も。あー難しいっていうか東海大相模の方は意外とすんなりいった、うん、東海大相模の方が、うん、あ横浜はね、うん、やっぱいい選手いるななんか今回の答え言っちゃったみたいになっちゃった。いやいや答えっていうかさ、やっぱ見てる人もさ、うん、東海大相模ってやっぱこういい選手も出てるよ。はい、うんうん、出てるけど、うん、やっぱ比べるとさ横浜高校と横浜数も違うもん。そうなんですよね。あ結構いる。だから相模の方からいくよ。あ東海大相模の方から。はい、まあピッチャーが、はい、あお前からいく。あじゃあ私からお茶漬けみたいにいきますかさらっと。あそりゃそうだね。そうですね、東海大相模もピッチャーは菅野智之投手ですね、うんうん、あので中継ぎに小笠原慎之介投手、まあ、中継ぎまで入れてんのだって中継ぎいらないよ。いらない。横浜高校で入れちゃったからだって菅野ザ関東じゃない。まあそうですね。あの小笠原慎之介投手は今後の、ね、まあ小笠原もねいいピッチャーに育ちそうだしねそうですよね。ああで私打順まで考えちゃったんです今回。ちょっと適当にじゃ聞いてください、はいはい、1番がショート田中康介選手、はい、で2番が、セカンド原拓也選手で3番が、ファーストにしました森野正彦選手、はい、はいはいはい、さんですね。で4番にサード、原辰徳選手、はい、で5番がライト太田大志選手で6番がキャッチャーで大城卓美選手で7番がちょっとね7、8これちょっとあれなんですけど7番センターがロッテの菅野剛志選手、はい、で8番が、中日のレフト渡辺勝選手。これ7番8番外野がちょっと東海大相模いなかった。渡辺選手って知ってんのお前。渡辺勝選手調べました中日で。あのこれからですまだ。いやだから調べてでやっと出てきた選手でしょ。はい、うん、まあ頑張ってほしいけどね。そうですね、希望を込めて、うん、頑張ってほしいけどね、はいはい、はい。これが東海大相模です。豊かなるほど、はい、俺は打順は関係ないよ。はい、もうポジションだけでいいです。ピッチャーは菅野、うん、まあそうなりますよね、はい、うん、キャッチャー大城。お前似てるんだよね。セカンドも、あセカンドじゃない、ファースト森野。ほう、やっぱり、はい、セカンド、うん、あのジャイアンツの田中。あの弟、はい、田中俊太だっけ。田中俊太でしたっけ。あの田中康介選手の弟さんですよね。そうそうそう、はい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 。でサードが原でショートがお兄ちゃん。お兄ちゃんね、田中康介選手、はい、うん、でレフトに、はい、津末。これは原と同期で、はい、すごいバッティングが良かった選手なのよ。でセンターに早川、足の速い選手だったんで、ライトに太田大志。ああ、太田大志選手、はい、うん。なかなか知らないだろ。なかなか、いや、そうなんですよ。だから、外野が津末さんと早川。いや、津末は、高校時代に原辰徳より上なんじゃないかって言われたぐらいの選手なんだよ。あ、そうなんですね。あ、バッティングが。そうなんだ。うん。え、じゃあ、ホームランも結構打ったしな。まあまあでもこれ考えるといいチームだよね。まあそうですよね、そうですよね、うん、で兄弟で二遊間組むとさ、
あダブル田中夢のまだ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 弟はね、うん、力つけなきゃいけないけどね。はい、そうですよね、うん、でまあこれが東海大相模のベスト9ということで、まあメンバーだよね、チームを組むとすると。そうですよね、まあでもやっぱ被りますよね、はい、そうなりますよね。いや被る被る、そうですよね。はい、横浜横浜高校行きます。これね、先発すっごい迷ったんです。お前一人しかいないだろう。うん、いやほんだから今ので行くのか、もうとにかくこれまでのイメージ、もうこれまでので行くのか。いやそれはこれまでのでしょ。まあいいよ、言ってみ。いやだから涌井投手か松坂投手で、ま、悩んだんですよ。あ、だ本来なら先発松坂大輔投手、中継ぎ成瀬義久投手を抑え涌井秀明投手にしようかなとか、そういうちょっとずるいこと考えたんですが、私は先発松坂大輔投手でいきます。はい、はい、で1番、はい、あ1番、うん、いいですか、セカンド石川武博、2番、センター、音坂選手ですね。お、はい、で3番が、サード近藤健介選手。セカンド？あ、サードです、サードです。あ、サード、はい、サードできないぞお前近藤。でもあの本当は外野ですもんね。いや本当はキャッチャーなんだよ。え、そうなんですか。私キャッチャー中日の福田信正選手を持ってきちゃいました。あ、それでもいいよ。いいですか、まあ、3番にサード近藤健介選手入れて、はい、4番にレフトの筒香義知選手、はい、で5番にライト田村仁選手、はい、で6番キャッチャー福田信正選手、で7番がファースト、はい、愛好武志選手愛好さん、はいはい、で8番にショート倉本俊彦選手です。あ、甘いな。あ、甘い、甘いか。豊かな。いや甘くはないけど、じゃあ俺行くぞ。はい、やっぱピッチャー松坂だよ。あ、まあやっぱりそっか、はい、あ、これはもう鉄板でしょ。はい、でキャッチャーに近藤だよ、近、うん、ちゃんね、はい、日本ハムの、はい、でファーストに後藤武俊、うん、ゴメス。ああ、はいはいはい、これはねこの子は勝負強いよ。そうですよね、 DeNA にそうですよね、豊さん。そうで、セカンドが石川、はい、武弘、うん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 、うん、でサードに、はい、筒香。あ、はい、うん、であれ俺ショート飛ばしてんだこれ。そうですね、ショートいないで、まだ言ってないですね。ショート誰だっけ、知りません。ちょっと待ってよ、ショート待てよ。私はショートを倉本俊彦選手にしました。あ、そう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 、俺も倉本にしたんだ。あ、一緒だ、じゃあ、はい、あ、そうそうそう、倉本にしたので、レフトに、はい、鈴木、ああの高野、はいはいはい、DNA、高野か。でセンターに小池、あの引退試合で2本のホームランを打ったやつね、うん、でライトに田村。これはやっぱバランス的には横浜高校がやっぱバランス取れてんな。そうなんですよ、あの東海大相模より。そうなん、いや、それでさ特徴的なのがさ、こうやって見ていったら、はい、うん、東海大相模って、うん、ジャイアンツ率がものすごい高いんだよ選手の中で。そうだ、やっぱりそれはそういうことですか、原さんだったりとか。そうだよね、で横浜高校は DeNA がめちゃくちゃ多いんだよ。やっぱ地元取るってことなんですか。まあ例えばさ、後藤とかも西武に入団したんだけど最後終わりは DeNA でしょ。そうです、で小池もそうなんだよ。で田村も入団してソフトバンク行ったけどまた戻ってきてるというさ、はい、だからこうやって調べていってると、うん、入団してる球団っていうのが、うん、めちゃくちゃこう色があるなと思って面白かった。すごい思いました、思いましたなあ、うん、あと東海大相模はジャイアンツ多くて次に中日多かったですね。やっぱり東海近いっていうエリアの意味で。東海地区っていうことじゃないだろうなお前バカだお前、ボケかましてんじゃないぞお前。えいや東海地区っていうじゃんあそこが。そう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 、名古屋でしょ。この意味なの。そう、あ、違うんですか。関係ないでしょ、そのエリアは。違う？そのドラフトのエリアは関係ないでしょ。でも中日多くなかったですか、東海大。まあまあちょっと多いかもわかんないな、うん、森野の流れからね。そうですよね、だからやっぱなんか一人の選手を取ると、はい、やっぱその流れが取るできるのかもわかんないね。だからそういう見方をするとさ、すごく面白かった。あー、確かにそうですね。こうやって選びながら、えらいジャイアンツ多いなとか思ってやっぱりまあこれは腹からの流れだろうね。まあそうですよね。あ、で DeNA は、うん、
やっぱり地元色を強くしようと思って、うん、やっぱ優先的っていうか、同じ力量だったら横浜高校の選手を取るというか、とか、まあ、横浜系、そうですね、神奈川の選手を取るとか、そう、まあ、そういうことがあるんだろうね。だから日本ハムのコンちゃんも DeNA に来てくれないかな。来てほしいんですか、やっぱり。やっぱああいうバッターって欲しいよね、 DeNA に。まあ、どこの球団もでも欲しいでしょうね。あ、欲しい欲しい。だってあの粘り強くて、そうですね。さあ、横浜高校 VS 東海大相模出ましたけれども、はい、ちょっと皆さんがどっちが強そうか、さらに皆さんが思うそれぞれのこうなんかベストナインみたいなものをちょっと作ってほしいですね。まあ、そうだね。はい、楽しみだね。ちょっと楽しみですね、これも。はいはい、また、はい、結果が楽しみ、まあ、コメントもね楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、はい。